こんにちは、梅野です。今回は写真を評価してくれる AI っていうのを作ってみましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、最近はですね、何でもかんでも AI の時代になってきたと思うんですけれども、その中でも僕が前からいいなと思ってたのが将棋です。将棋は AI を使って最前手とかを研究して、でどん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 強くなっていくのを今主流でやってると思うんですけれども、それを写真にも活かせないかなと思って今回 AI を作ってみました。で、撮ってきた写真を AI に評価していただいて、でその写真のいいところとか悪いところとか、そういうアドバイスをもらって、で次の写真ではそのアドバイスを生かして撮りに行く、それを繰り返すことでどん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 写真が上手くなるんじゃないかなと思って今回 AI を作ってみました。それでは実際に今回作ってみた AI がどういう動きをするのかっていうのをご覧ください。はい、それでは僕が作ったフォトアドバイザーという AI で写真の評価をするソフトを使っていきましょう。で、今のところ風景写真、ポートレート、動物、野鳥、スナップ写真を認識して AI が評価できるようになってますので、今回は風景写真をやってみたいと思います。じゃあここで写真を選んで、でこの写真をアップロードするだけで AI が評価を始めてくれます。今回は紅葉の落ち葉を撮影した写真を選んでみました。それでは AI がすでに評価を始めてくれてまして、まずは構図の良し悪しを判断してくれます。で次は光の使い方を判断してやってくれているようになってます。で3番目は写真全体の露出、明るすぎるとか暗すぎるとか、全体の露出のバランスを見て判断してくれます。で4つ目が色のバランスになってまして、写真に合った色なのか、それともこう色彩が豊かなのか、そういうのを判断するようになってます。で5番目が解像度とノイズレベルになってまして、解像度は高ければ高いほど評価が良くなるようになってまして、スマホとかの写真よりはやっぱりフルサイズとかそういうので撮った写真の方がちょっと評価が高くなるようになってまして、でノイズレベルっていうのが写真の中のノイズを判断して、ディティールが崩れてたりしたら評価が下がりまして、ノイズがあったとしてもそこまで強いノイズでなければ評価がいいという状態になってます。で次がダイナミックレンジの評価になってまして、明るいところが白飛びしてたりとか、黒いところが黒つぶれしてたりした場合は、評価が悪くなるようになってまして、多少暗かったとしてもちゃんとこの黒のグラデーションとかが残っていれば、評価が良くなるようになってます。で次が、テーマとストーリーと書いてるんですけども、写真自体のこのテーマっていうのが明確であるのかどうか、そういうところを評価する部分になってます。で最後に、この全体の総評を出してくれるようにしてまして、で全体を見た場合にこの写真が100点満点中何点なのか、そういうのを判断してくれるようになってます。で今回の写真の場合は、85点という評価を出してくれています。で写真の種類によってはこの最後にこの写真をもっと良くするためにはどうすればいいのかっていうアドバイスもしてくれるようにしています。これが今回作った、フォトアドバイザーという AI で写真を評価してくれるツールになってます。はい、いかがでしたでしょうか。画像をちゃんと認識できるようにしてますので、どういった写真を撮ったのかっていうのをちゃんと判断して、でこのボケ感であったりとか光の当たり方とかで構図であったりとか、そういうのもちゃんと認識できるようになっています。なので結構精度よく評価してくれてるんじゃないかなと思います。インスタグラムの方には先に AI 作ってみましたっていう投稿してまして、でその中でコメントを
くれた方に、写真を送っていただいて、今回作った AI をかけてみて、こういう評価出ましたよっていうのをやってまして、で他の方の写真を使った場合でも、まあまあ精度よくできてたんじゃないかなと思います。で、これからもっと AI にこう学習っていうのをさせて、精度を高めていくことで、より AI を活用して写真を上手くなっていくっていうのができるんじゃないかなと思ってます。現時点でも写真を評価する精度っては結構高めなんですけれども、ただ、いい写真はいい写真、悪い写真は悪い写真ときっちり判断する能力はまだ低いですので、まあ、そこを高めていきたいと思います。で、そこを高めた後はですね、インスタグラムのフォロワーさんにちょっとアイデアをいただいたんですけれども、この AI を使ってのフォトコンテストっていうのをちょっとやってみたいなと思っております。僕の作った AI っていうのは写真を100点満点中何点ですっていう評価をするようになってますので、そのまあ点数順ですね、写真の点数順のフォトコンテストっていうのをやってみたいなと思ってまして、まあ、こう YouTube 見てくださってる方とか Instagram、Twitter のフォロワーさんにちょっとこういうのをフォトコンテストをやってみますっていうのを投稿してみて、で写真いただいたらその中の人を全部 AI にかけて点数順にフォトコンテストという形でやってみたいなと思ってます。で今のところはちょっとまだ精度が微妙なんでできないんですけれども、まあ後々改良していって、あこれならいけるなと思ったタイミングでちょっと AI フォトコンテストみたいな感じでやってみたいと思います。で今日はですね、こういう AI 作ってみましたっていう紹介だけなんで、他に特にないんですけれども、またそのフォトコンテストができるぐらいの精度になったら動画を上げたいと思います。でその時はぜひよかったら写真を送っていただいてフォトコンテストに参加していただけると嬉しいです。それでは今日はこの辺で終わりたいと思います。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。